ノベルは、かつて存在したソフトウェアとサービスの会社である。本社は、ユタ州プロボに存在した。日本法人である、ノベル株式会社は、東京都港区赤坂に存在した。ノベルの助けにより、ユタバレーは、技術とソフトウェア開発の中心となった。ノベルの技術は、ローカルエリアネットワークの出現に貢献し、ランは、 支配的なメインフレームコンピューティングモデルを置き換えて世界中のコンピューティングを変えていった。ザ・タッチメイトグループに買収されてその完全子会社となるまでノベルはもともと独立した法人であった。ザ・タッチメイトグループは後の2014年にマイクロフォーカスに買収されノベルは現在マイクロフォーカスの一部門となっている。1979年 ノベルの前身企業であるノベルデータシステムズインクがユタ州オレムで CPM ベースのシステムを製造するハードウェアマニファクチャとして開始された。ノベルデータシステムズを開始したオリジナルチームのメンバーであるデニス・フェアクラッフは以前はアリングリサーチインスティチュートの従業員であった。T はジョージカノーバ、ダーリン・フィールド、およびジャック・デービスにより共同で設立された。 ビクター・ v ブールピアは、セーフガード・サイエンティフィックス・インクの取締役会会長であったピート・マッサーに、この取引を持ちかけ、ピートは、シードファンディングを提供した、ノベル・データ・システムズにより製造された、マイクロコンピュータは、競合他社のものと比べて、パフォーマンスが劣っていたため、ノベル・データ・システムズは最初はうまくいかなかった。 システムの販売で競争するため、ノベルデータシステムズは1台以上のマイクロコンピュータを一緒に動作させるためにリンクするプログラムを計画した。スーパーセットソフトウェアグループとして知られる、以前は ERI の従業員であったドリューメジャー、デールナイバー、およびカイルパウエルは、この仕事のために雇われた。フェアクラッフ、メジャー、ナイバーおよびパウエルは ERI において、 政府からの請負いで、インテリジェントシステムズテクノロジープロジェクトのために働いていた。それにより、アーポネットと、その関連技術への深い洞察力と、後のノベルの基盤として欠かせないものとなるアイデアを手に入れた。セーフガードボードは、その後、マッサーにノベルデータシステムズの閉鎖を命じたが、マッサーは、バリー・ルーベンスティンとフレッド・ドランの二人に連絡した。 彼らは二人ともセーフガードの投資家兼投資銀行家であり、ノベルデータシステムズのネットワークプログラムを他社製コンピュータで動作させるというやり方により、ノベルデータシステムズがソフトウェア会社としてビジネスを継続できるよう必要な資金の調達を保証した。デイビスは1981年11月にノベルデータシステムズを去り、1982年3月に カノーバもそれに続いた。ルービンシュタインとドランは、ジャック・メスマンと協力し、レ能ノだと面談して、レーモンドを雇った。必要な資金は、セーフガード株主に提供される権利を通じて、獲得された。その資金は、クリーブランド仲介業者、プレスコット、ボール、そしてターバンにより監視され、ルーベンスティンと、ドランが、保証人となった。メジャー、ナイバー。 およびパウエルは彼ら自身によるスーパーセットソフトウェアグループを通じてノベルをサポートし続けた。1983年にノベルデータシステムズは名前をノベル・インクと短縮し、例ノ王だが会社の長となった。同年の後半、ノベルはネットウェアを披露した。これは マルチプラットフォームのネットワークオペレーティングシステムでノベルの最も重要な製品である。最初のノベル製品はモトローラの 68000CPU をベースとしたプロプライエタリハードウェアサーバーであった。このサーバーはツイストペアケーブルを使うスター型トポロジーを利用して1台あたり最大4つのボードをサポートしており、ネットワークインタフェースカードは IBM PC のインダストリースタンダードアーキテクチャーバス用に開発されたものであった。このサーバはシェアネットと呼ばれたネットワークオペレーティングシステムを主に使用していたが、その後シェアネットはインテルプラットフォームで実行できるように移植され、ネットウェアに改名された。ネットウェアの最初の商用リリースはバージョン1.5である。ノベルは ゼロックスネットワークシステムズをネットウェア通信プロトコルの基盤としてイドップと SPP からネットウェアの独自企画を作成した。その企画はインターネットワークパケットエクスチェンジおよびシークエンスとパケットエクスチェンジと名付けられた。ファイルと印刷サービスはルーティングインフォメーションプロトコルやサービスアドバタイジングプロトコルにより動作するのと 同様にして IPX 上のネットウェアコアプロトコルによっても動作した。ネットウェアはブートローダにノベルドスを使用する。ノベルドスは MS ドスや IBM PC ドスと似ているがドスのために必要な追加ライセンスは要求されない。ノベルドスは1991年におけるノベルのデジタルリサーチ買収に由来する。さらにノベルはデジタルリサーチ買収前に コンるルリーキーの会社であるエクスランをすでに買収していた。エクスランは小型イーサネットカードを製造してインターネットプロトコル TCPIP を商用化した。エクスランの買収はニッチな分野でのノベルの存在を強固にした。1980年代の最初から最後までノベルは非常に好調であった。ノベルは高価なイーサネットカードを原価販売することで 積極的にマーケットシェアを拡張した。1990年まで、ノベルはネットワークが必要なあらゆるビジネス用のスにおいて、ほぼ独占的な地位にいた。ビジネス用のスマーケットのリーダーシップにより、ノベルはそのネットウェアオペレーティングプラットフォームの頂点でサービスを獲得し構築し始めた。これらのサービスは、さあ、ノベルマルチプロトコルルーター、 グループワイズ、そしてボーダーマネージャーなどの製品により、ネットウェアの能力を拡張した。しかしながら、ノベルも多様化したため、大企業をターゲットにするために小規模ユーザーから離れたが、その後ノベルは、ネットウェアフォースモールビジネスで小規模ユーザーに、再び焦点を当てようとした。ノベルは研究への投資を減らしたため、製品管理ツールの改善が遅れたが、 ノベルの製品は通常全く改造を必要とせず、それでも動作したという事実により助けられた。ノベルはノーダの下でマイクロソフトに挑戦するためと多くの人に解釈されている一連の買収を行った。1993年6月、ノベルは AT&T コーポレーションからユニックスシステムズラボラトリーズを買収し、 ユニックスオペレーティングシステムの権利を獲得した。さらにノベルは1994年にワードパーフェクトコーポレーションを買収し、ボーランドからクワッドロープロを手に入れた。当時のノベルの主要な革新の一つはノベルディレクトリサービスであり、これは現在ではエダイレクトリーとして知られている。1993年にネットウェア V4.0 が導入されると、 NDS は古いバインダーサーバーとネットワヤーヤ3、X 以前にあったユーザー管理技術にとって変わられた。ノベルは新しい競争に直面したため、1994年にノーダはロバート・フランケンバーグと交代された。ノーダ時代の買収は短命であった。1995年、ノベルはユニックスビジネスの一部をサンタクルーズオペレーションに譲渡し、 ワードパーフェクトとクワットロプロは1996年にコーレルに売却された。1996年にはノベルドスもカルデラに売却された。エリック・シュミット1996年ノベルはネイティブ TCPIP スタックを利用するプロプライエタリな IPX プロトコルへの依存をやめてインターネット多様製品に移行し始めた。 前年に辞任したフランケンバーグの後継者であるエリック・シュミットが CEO になった1997年にこの移行が推進された。さらに、シュミット配下のクリストファー・ストーンがシニアバイスプレジデントとして戦略と企業開発担当に就任した。その成果が1998年10月にリリースされたネットウェア V5.0 である。 ネットウェア V5.0 はダイレクトリー上で利用および構築されノベルクラスターサービスやノベルストレージサービスなどの新しい機能が導入された。NSS はネットウェアの初期バージョンで使用されたトラディショナル FAT ファイルシステムの代替である。ネットウェア V5.0 は NOS にネイティブ TCPIP サポートを導入したが IPX は依然と してサポートされていた。これは環境間のスムーズな移行ができるようにし、さらに環境の競合によりしばしば要求されるフォークリフトアップグレードを避けるためである。同様にトラディショナル FAT ファイルシステムも以前としてサポートされるオプションのままであった。1995年以降コアシステムコンポーネントとして ネットワークが主流である PC オペレーティングシステムの全てに含まれるようになったため、ノベルのマーケットシェアは急落するようになった。Windows 3.0以前の OS とは異なり、Windows 3.1 4ワークグループ OS2 及び Linux には全てネットワーク機能が標準で含まれていたため、この領域におけるサードパーティー製品に対する需要が大幅に減少した。 エリック・シュミットの支配下で、ノベルの衰えとマーケットシェアの喪失が加速し、ノベルは、ネットウェアの売上と購入のすべてにわたる減少と、シェアの値段が1シェアあたり 40US ドルから 7US ドルへ落ち込んだことを経験した。アナリストたちは、ノベルの崩壊の主な理由は、シュミットの下における、ノベルのチャンネル戦略とチャンネルパートナーの誤った管理と関係があるとコメントした。 例のダの支配下においては、ノベルは、リセラーと顧客に、新規購入版ネットウェアのコピーと同じパッケージである、アップグレードを3分の1の価格で提供した。これにより、ネットウェアのリセラーが、定期的にアップグレードを、フルプライズの新規購入版ネットウェアのバージョンとして、販売することが可能になるという、グレーマーケットを作り出すことになったが、ノベルは、意図的に追求しなかった。 レのオーダは、前線のリセラーが、テックデータやイングラムなどの代理店を、突き抜けて、割引価格でネットウェアのバージョンを購入できるように、した。この戦略を自分が考案したが、ノベルは、他の観点から見ていたと、数人のアナリストたちにコメントした。これにより、ノベルフィールドサポートテクニシャンたちの給料が補助された。ノベルフィールドサポートテクニシャンの大半は、 ノベル CNE として前線のリセラーのために働く従業員であった。リセラーが他人の製品よりもあなたの製品からより多くのお金を稼ぐことを可能とする。この戦略は輸入家電製品と競合する場合にゼネラルエレクトリックでエグゼクティブとして学んだうちの一つである。とノーダはコメントした。エリック・シュミットは ノベルのチャンネルの原動力を理解せず、完全な製品をアップグレードとすることをやめるという、悲惨な戦略に乗り出し、いつも通りに新規購入版ネットウェアとして購入した、アップグレードを販売している非常に多くのノベルのレ、セラーに対して、訴訟を起こすという一般的な忠告をした。この動きにより、ノベルの収益は、 数四半期の間増加したが、後に訴訟への恐れからネット親から手を引いたノベルのリセラーの大半は崩壊した。1999年までノベルはその支配的なマーケットポジションを失った。マイクロソフトは技術的スタッフを迂回して法人の管理職へ直接販売することで法人のデータセンターへのアクセスを得られたためノベルは ネットウェアから手を引いたリセラーのようにマイクロソフトによって引き続き市場の外へと押しやられた。その後、ほとんどのリセラーはノベル CNE 従業員を再認証した。ノベル CNE 従業員はマイクロソフトムステクニシャンのようにその分野におけるノベルの直接顧客の第一級連絡先となるサポート技術者であり、さらにループポリシーや キャラクターベースであるノベルのインターフェースよりも近代的とされたマイクロソフトの GUI などの Windows2000 機能の回としてネットウェアを置くことを省励していた収益の低下によりノベルはネットサービスとプラットフォーム総合運用に注力したエダイレクトリーやグループワイズなどの製品はマルチプラットフォームで作成された2000年10月ノベルは ダークスムルという愛称の新しい製品をリリースした。ダークスムルは異なるディレクトリとデータベースシステムどの間でデータを同期するよう設計された。ダークスムルは情報をストアしてエダイレクトリーの速度と機能をレバレッジし、後にノベル内のコア製品セット基盤を形成するノベルアイデンティティマネージャーとなった。ノベルはサービス販売を拡充するため、 ジョン・ジェイド・ドノバンがマサチューセッツ州ケンブリッジで創設したコンサルティング企業であるケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズを2001年6月に買収した。ノベルはソリューションを提供する能力が顧客満足を満たす鍵となると感じていた。この統合は明らかに同社のソフトウェア開発文化に反しており、会社の財務担当者もそれに反対した。 CTP の CEO であるジャック・メスマンは自身のノベルの役員としてのポジションを利用して当初から統合を工作し取引の一部としてノベルの CEO となった。1999年に辞任していたクリス・ストーンがオープンソースと企業リナックスにおけるノベルの戦略進路を定めるために副会長として再雇用された。 CTP の買収により、ノベルは本社をマサチューセッツに移転した。ノベルは、ウェブサービス思考アプリケーションのリーダーではあるが、市場では出遅れていた、シルバーストリームソフトウェアを2002年6月に、買収した。シルバーストリームソフトウェアは、ノベルエクステンドに改名され、そのプラットフォームには、e、JavaE ベースの XML とウェブ、サービスツールなどがあった。ノベルは、 オープンソース Linux アプリケーションの開発企業であるジミアンを2003年8月に買収した。この買収は Linux カーネル上に集めた製品セットへと移行するというノベルの合図であった。ノベルは Linux ディストリビューションへと力を大掛かりに移行することを率いていた LinuxOS 開発企業であるスセを2003年11月に買収した。 IBM もすせ買収の支援を示すために5000万ドルを投資した。ノベルは、ノベルエンタープライズリナックスサービスを2003年、中期にリリースした。NNLS は、スセリナックスエンタープライズサーバーバージョン8に、以前からネットウェアに関連していたサービスのいくつかを移植したものである。ノベルは、ジミアンデスクトップとスセリナックスプロフェッショナル9.1をベースとした。 Linux ベースの企業デスクトップであるノベルリナックスデスクトップ V9 を2004年11月にリリースした。これは企業デスクトップ市場を得るためのノベルの最初の試みであった。ネットウェアの後継製品であるオープンエンタープライズサーバーは2005年3月にリリースされた。は前の V6.5 によりホストされたすべてのサービスを提供し、 ネットウェア V6.5 カーネルか、スセリナックスエンタープライズサーバー V9 カーネルのどちらかを使って選んだ方のサービスを届けるという選択肢を追加した。このリリースはネットウェアの顧客を説得してリナックスへ移行させることを狙いとしていた。ノベルはスセプロフェッショナルをベースとしたオペンスセプロジェクトを2005年8月に作成した。 オペンスセは自由にダウンロードでき、箱入りの小売商品としても利用可能である。ノベルは2003年から2005年の間、ポートフォリオにまたがり多くの製品をリリースした。これは市場シェアの低下を阻止するつもりで、この間にリリースしたもの以外のノベル製品依存から脱却するためである。しかし、これを開始してもノベルの望みほどには成功しなかった。 クリス・ストーンは当時の CEO であるジャック・メスマンとの統率における明らかな問題の結果として2004年後半に再びノベルを去った。コスト削減のためノベルは2005年後半にレイオフする予定をアナウンスした。リナックス事業からの収益は成長を続けたがネットウェアの収益による減少を相殺するほどその成長は早くなかった。 ノベルの収益は急激に落ち込むことはなかったが成長もしなかった。明確な方向性や効果的な管理の欠如はノベルがリストラを完了するまでに予想以上に時間を費やすことを意味していた。最高経営責任者ジャック・メスマンとチーフファイナンスオフィサーヨゼフ・ティビッツは2006年6月に解雇された。ノベルの社長権最高執行責任者である。 ロナルド・ハボセピアンが最高経営責任者に指名され、財務及び企業統括担当副社長であるダナ・ラッセルが暫定 CFO に指名された。ノベルはスセリナックス・エンタープライズ10シリーズを2006年8月にリリースした。スセリナックス・エンタープライズサーバーは全ハイパーバイザーをベースとした仮想化を提供する最初の企業クラスリナックスサーバーであった。 スセリナックスエンタープライズデスクトップは新しいユーザーフレンドリーな GUI と XGL ベースの 3D ディスプレイ表示能力を特徴とした。スル10のリリースはノベルのリナックス製品が企業向けに準備されていることを伝える。Your Linux is ready というフレーズを伴って販売された。ノベルはスセリナックスエンタープライズリアルタイムと呼ばれる。 コンカレント・コンピューター・コーポレーション由来の技術をベースとしたスルズのリアルタイムバージョンを2006年9月後半にアナウンスした。ノベルは1994年から1996年の間、ノベルのワードパーフェクトビジネスに関する独占禁止法違反に関与していたと主張して、マイクロソフトを2004年に訴えた。後に合衆国地方裁判所は、 ノベルの訴えを通りに叶ってないとして、2012年6月に知り添けた。これにもかかわらず、ノベルとマイクロソフトの2社は、互いの顧客のため、それぞれの製品のカバレージなどで、互いに協力することに合意したことを2006年11月2日にアナウンスした。また、ソフトウェアの互換性を向上させるためにより密接に協力し、 共同研究施設を設置することを約束した。両社の経営幹部は、このような協調により、マイクロソフトオフィスと OPENOFFICE.org との間の互換性と仮想化技術を、さらに向上させることについての希望を表明した。当時マイクロソフトの CEO であったスティーブ・バルマーは、この取引について、これらの一連の同意により、オープンソースソフトウェアと、 プロプライエタリソースソフトウェアとの分裂に橋渡しをするとして本当に役立つだろうと語った。この契約にはマイクロソフトからノベルに対し特許協力とスルズのサブスクリプションとして3億4800万ドルの前払いが含まれていた。加えてスルズ、Windows サーバ製品とそれに関連する仮想化ソリューションとの組み合わせのマーケティングと販売の ため、マイクロソフトは、今後5年間で年間約4600万ドルを、費やすことに同意した。その一方で、同じ期間に、ノベルは、毎年少なくとも4000万ドルを、マイクロソフトへ払った。このパートナーシップの最初の成果の一つは、ノベルが OPENOFFICE.org で使えるを採用したことであった。マイクロソフトは、 マイクロソフトシルバーライト、リッチメディアプラットフォームの作業者であり、オープンソースであるムーンライト、ランタイムのユーザーが、特許侵害で訴えられないように、二つの公開制約をリリースした。各制約に共通の条項の一つは、GPLV3 の下でのムーンライトの実装は、リリースしないことであった。ホスコミュニティの反応ノベルが、裏切って、GNU、 GPL が Linux カーネルを含む排他的な契約の下でコードの配布を許可することを疑問に思うと懸念を表明したことで特許保護に従事するホスコミュニティのメンバーからの最初の反応は非常に批判的なものであったソフトウェアフリーダムローセンターの CTO であるブラッドリー・エム・クーンは2006年11月9日のホス開発への手紙の中にこの契約は 役に立たないよりもさらに悪いと記していた。SFLC のチェアマンであるエベン・モグレンは、ノベルがホスから引き離された開発において、信頼できる審査により GPL による契約を遵守しているかどうかを決められるようにするため、SFLC との協力を申し出ていると報告した。フリーソフトウェア財団の創設者であるリチャード・ストールマンは、GPL のバージョン3でもたらされた。 変更によりそのような取引をできなくすると2006年11月に語った。GPL のバージョン3の最後の改定版が決まった時、マイクロソフトとノベルの間の取引は既得権益となっていた。GPLV3 における条項では、たとえ過去にこのような特許提携を結んでいても、2007年3月28日、 以前にパートナーシップを行っている限り企業は GPLV3 ソフトウェアを配布できる。サンバチームはアナウンスへの強い不満を2006年11月12日に表明し、ノベルに再興を要望した。サンバチームにはノベルの従業員であったジェレミー・アリソンもいた。彼はこの声明にチームの全メンバーが合意したことをスラッシュドットのコメントで確認し、 後に、抗議のためノベルを退職した。ロイターは2007年2月初期、フリーソフトウェア財団が、リナックスバージョンを販売するノベルの権利を批評し、リナックス販売からのノベルの追放を検討している、ことをアナウンスしたと報じた。However, スポークスマンエベ・マグレンレーターセ a i d that ワーズクォーテッドアウトオブコンテキスト。しかしながら、スポークスマンである、 エベン・マグレンは、後に、これは前後関係を省いて引用され、将来における、類似の取引を締め出すために、GPL バージョン3を設計したと述べただけであると、語った。ノベルは混成された、データセンター内における、様々な仕事量を管理するよう設計された、製品により、インテリジェントワークロードマネージメント市場をリードする。 つもりであることを2009年12月にアナウンスした。ノベルは長らく他の様々な企業による買収のターゲットになっていると噂されていた。ノベルの約8.5%の株式保有機関投資家であるエリオットアソシエイツ LP は現金で1株あたり5.75ドル、10億ドルでノベルを買収する提案を2010年3月に行った。ノベルは 提案が不十分であり、ノベルのフランチャイズ及び成長見通しを過小評価していると述べ提案を拒否した。ノベルは2010年11月、アタッチメイトによる買収に同意し、ノベルを2つの部署で運用し、かつその1つを、すせとすることを計画しているとアナウンスした。取引の一環として、ノベルが所有する882の特許を、アップル、MC、 およびオラクルを含み、マイクロソフトが率いる企業コンソーシアムである c p t n ホールディングズ LLC に売却した。ノベルの SEC ファイリングによると、この特許は、アイデンティティとセキュリティ管理ビジネスに関連するだけでは、なく、主にエンタープライズレベルのコンピュータシステム管理、ソフトウェア、エンタープライズレベルのファイル管理呼び、 コラボレーションソフトウェアに関連する特許である。ただしこのように発行された特許と特許出願の一部は様々なソフトウェア製品で読むことができるというものである。アタッチメイトはこの取引終了に先立ってスセビジネスとペンスセプロジェクトとの関係を変えるつもりはないと述べた。この統合は2011年8月に完了しアタッチメイトは ノベルを買収するために、現金で1株につき6.1ドルを支払った。ノベルは、完全に、ザ・アタッチメイトグループの所有となり、アタッチメイトコーポレーションを、親会社とする子会社となった。買収の完了と同時に、ノベルの製品やブランドの一部は、アタッチメイトグループビジネスユニットの別会社である、ネティックに移行され、スセリナックスブランドは独自の事業単位として、 分割された。その4つのビジネスユニットは直接買収による影響は受けなかった。CPTN ホールディングズ契約合併が確定する直前、ノベルは4億5000万ドルで CPTN ホールディングズへの特許販売を終えた。アメリカ合衆国司法省は CPTN との取引は彼らがもともと提案していたが、この取引によってサーバ、デスクトップ、 およびモバイルの核オペレーティングシステム、ミドルウェア、そして仮想化製品の開発や配布において、Linux などのオープンソースソフトウェアの革新と参加を継続することを脅かされるとアナウンスした。その部門における独占禁止法違反の懸念が提出されたため、CPTN とそのオーナーは元々の契約を以下のように変更したアタッチメイトは プロボのユタバレーセンター出身の多数の従業員を含むノベルの全従業員のレイオフを2011年4月にアナウンスしモノなどのオープンソースプロジェクトの将来に疑問を提起したメインフレームソフトウェア企業であるマイクロフォーカスはノベルを含むアタッチメイトグループを1億2000万ドルで買収したことを2014年9月にアナウンスしたノベルは 自社製品のサーティフィケーションを提供した最初のコンピュータ企業の一つである。これらには以下があったノベルが販売した製品を以下に示す。ありがとうございます。